皆さんこんにちは、泊まり志保です。いきなりですが質問です。皆さんは周りの目とか普通っていうものにとらわれて自分の意見が言えなかったりとか自分の気持ちに素直になれなかったりしたことってありませんでしょうか？私はめちゃくちゃあるんですね。その時の話とどういう風に乗り越えてきたかっていう話をしていこうと思います。私はなんですけど、人の期待を裏切りたくないっていうのがあるんですね。まあ、前もちょっと話したかもしれないんですけど、まあ、引退する前とかはもうチームで私が最年長でした。で、最年長としてじゃあどういう風にチームで役割を担いますかとか、じゃあ代表行った時とかはじゃあ代表行った選手としてチームにどう貢献しますかとか、まあ、あとはトマちゃんってこうだよねとかトマさんってこうですよねみたいな、そういうイメージを崩したくないみたいなのがすごいあって、まあ、裏切りたくない期待をっていうのがすごくあったんですよ。だから、まあ、本音を言えなかったりとか、本当はめちゃくちゃ辛いけどもらってよ、もうとにかく頑張んなきゃみたいなので結構追い込まれてたんですね。で、まあ、引退してからも結局そうで、なんかまあ期待してもらってた、例えばサッカー界に残ってくれるんだろうなって思ってくれてる方がすごくたくさんいて、ただ私はそれを選べなかったわけじゃないですか。で、だからこそなんかハードルがちょっと上がってしまってる感じがして、だったらなんかどんな仕事するんだろうなって、なんか勝手に注目されてるような気持ちになったりとか、いわゆるすごいって言われるものにならなきゃいけないんじゃないかみたいな風に思ってた時もあったんですよ。で、だけど、まあ、自分の気持ちに素直になって、まあ、まずはもうそういう周りの声をシャットダウンして、もう本当に自分の声に耳を傾けようって思って引退してから本当にやりたいことやって、もう本当に自由にやらせてもらったんですよ、家族のおかげで。で、だけど、まあ、半年間何も収入がない状態だったから、もうお金もまあなくなってく、もうそのストレスにもだんだん耐えられなくなってきて、なんかとりあえず仕事しなきゃいけないなってなった時に、私カフェで働いてみたいっていうのがずっとあったんですね。ほんでなんかパッて見た時にバリスタにの資格を取れますみたいなのが広告にあって、わ、ラテアートできるようになったらめっちゃかっこいいやんと思って、で、まあ、どうせお金稼ぐんだったら好きなことやりたいなっていうのがあったから、あ、じゃあカフェに応募してみようと思って、そう思ったんだけど、私33歳なんですけど、今33でバイトってどうなんみたいな風に思っちゃったんですね、自分の中で。そうけど、なんかそんな風に思ってるのって自分だけかなって思い始めて、ねえ、いや、自分を大事にしようって思ったんだから自分がやりたいことやろうって思って、で、そのカフェに応募したんですよ、勇気を振り絞って。で、そしたら落ちてしまって、え、もう絶対年齢で落とされたやんみたいな勝手に思っちゃった。何も別に書いてなかったんだけど、その選考落ちた理由は。そう、でもそっから結構ちょっとトラウマになっちゃって、あ、やっぱね、この年でバイトとかやっぱ雇ってもらえないよなみたいな感じになっちゃったんだけど、まあ、そのヨガをやっていく中でヨガの友達とも話してて、やっぱヨガを勉強してる間は何かしてることがあるからすごく自分の中でも安心なんか、はい、ごめんなさいね。そう、なんか自分の中で何かやってることがあるときはすごく安心なんだけど、やっぱそのヨガが終わった時に結局また何もなくなっちゃうと、ちょっとメンタルやばいよねみたいな話をしてて友達と。で、でもやっぱ働くならカフェがいいなみたいな、スタバとかやっぱ好きだけどいいなみたいな感じで話して、え、ちょっと調べてみるみたいななって、調べたら近くでオープニングスタッフ募集みたいになってたので、前も多分調べたことあったんだけど、スタバをオープニングスタッフはなかったのね。で、スタバで働くなら絶対オープニングスタッフがいいと思ってて、
そう、そしたらあったから、えと思って、ちょっとマジ応募しようと思って、応募して、そう、働き始めたんですけど、なんかやっぱ働き始めたら、まあ、最初はね、やっぱね、引け目があった。その最初オープニングスタッフってなると、そこの店舗がまだできてないから近くの店舗に研修に行くんですよ。そうで、学生しかいなかったし、まあ自分だけ30オーバーみたいな感じで、なんか恥ずかしいなってちょっと思ったりもあったし、教えてくれる人も店舗の子たちが教えてくれるんだけど、あ、もう大学生だと勝手に思われて、なんかもう年下だと思われて、あ、トマちゃんさみたいな、これでこれできるみたいな、やったことあるみたいな感じで、で、あ、はいはいみたいな、ちょっと教えてくださいみたいな感じで教えてもらってたんだけど、もう自分はもう教えてほしいですっていうスタンスだったから、もう全然それでいいんですけど、なんかもうそれだったらさ、最後まで気づかないでほしいじゃん、うん、自分が年上だってこと。もう最終日、研修の最終日にねえねえ、トマさん年上だよみたいな感じに多分なったっぽくて、そこのバイト界隈で、え、待って、トマちゃんさ何歳みたいな感じで言われて、いや、とか言って、え、俺より年上みたいな感じで言われて、んー、多分全然年上だと思いますみたいな。で、そしたらなんかもう本当すいませんみたいな感じになっちゃって、ちょっと気まずい一日を過ごしたんですけど、そうそう、だからなんかそういうこともあった。めっちゃ気まずいし、ちょっとなんか居場所ないなみたいな風に思ったこともあったんだけど、でもその研修受けてる中で、そのバイトの女の子に、いや、でもなんか本当にその、まあ、すごい失礼なんですけど、その年になってやりたいことやってるってすごく素敵ですって言われたの。え、なんかめっちゃ嬉しいと思って、嬉しいじゃん、めちゃくちゃ嬉しかったので、あ、自分だけかも、こうやって引け目感じてるのって思ったんだよね。そうで、そっからなんかバイトしてるとか言いたくないなとか、あんまりなんかバレたくないなとか思ってたけど、なんか好きなことやってるんだし、なんか胸張っててよくないってなったんだよね。そう、もうずっとやりたかったことをできてる。しかもオープニングスタッフで、うん、ラテアートも今練習してるんですけど、やりたいことできてるってめちゃくちゃ幸せじゃねってなって、そう、だから勝手に自分の思考の中で、まあ33歳はバイトしてないとか、30代でその若い子たちの中で一緒に入っているっていうのはどう思われるんだろうとか、なんか勝手になんかネガティブな方ばっかり想像して、まあ、スタートも遅れちゃった。もしそういうのがなかったら多分すぐね、チャレンジできてたと思うんですけど、うん、まあ結果ね、こうやって自分に打ち勝ったっていうか、実際やってみてすごい今良かったなって思ってるし、うん、なんかやりたいことは本当に年齢関係ないなってめちゃくちゃ思いました。なんかやっぱり思い立った時が一番若い時じゃん。なんかよく言うじゃん、そう、今日が一番若い日ですって。そう、だから今やりたいって思ったことをできる環境にあるのであれば、やっぱそれが行動に移せる環境にあること自体がもうすごい幸せなことだし、そう、それができるってすごい幸せじゃんって思って、そう、だからもう自分で自分をこうがんじがらめにして、こうはダメだみたいな、これじゃ恥ずかしいとか、どう思われるんだろうとか、別にさ、もうどう思われてもよくねみたいな感じで思うわけ、最近はね。やっと思えるようになったんですけど、別に自分の人生だし、そう、人に何言われても別にいいじゃんって、うん、やっぱ傷つく時もあるよ、なんかあんまり言われることないけど、うん、なんか何してんのとか、結局何したいのとか、なんかまだフラフラしてんでしょとか、やっぱ友達に言われたりしてちょっとイラッとする時もあるけど、うん、でも自分の中でやっぱずっと成長したいとか、誰かの人生に関わりたいっていう気持ち、なんかそこの軸はもうずっしり自分の中であって、やっぱそれに関わる仕事を今いろいろやれてることはすごく幸せだし、うん、だからもうみんなに伝えたいことは周りとか関係ないからみたいな、そうだし、年齢は本当に関係ない。もうそれは自分がチャレンジしないためのなんか言い訳でしかないなと思う。チャレンジしない理由、チャレンジしなくていい理由を探しちゃってんだと思う。
うん、やっぱ新しいことにチャレンジするっていうのってさ、めちゃくちゃ勇気いるじゃん。勇気いるし、その一歩を踏み出すのにすごい時間かかるわけよ。なんか最近本かなんかで読んだんだけど、なんか200時間、20時間の法則みたいな。やっぱ毎日1時間を20日間、だから20時間か、をやればもうそれが習慣になるよって。そうけど、その最初の1時間をやるのに人は何年も費やすって書いてあったの。いや、マジで間違いないなと思って。なんか自分はその何年もかからなかったけど、まあ半年ぐらいは多分かかったし、でもやってみたら、あ、もっと早くやっとけばよかったなって思うことたくさんあると思うんですよ、みんなも。そう、めちゃくちゃうちはそれを思って。だから今、なんかやりたいなって思ってるけど、いや、なんか今からやってもなとか、この年齢でとか、思ってる人がもしいるのであれば、マジですぐやった方がいい。なんかやってみて、あ、やっぱ違ったなって思ったら全然やめればいいじゃん。そう。なんかやったことが、これから先ずっと続いていくもの、ずっとやり続けたいものっていう確率の方が低い。マジで。そう、それはすごい思うんですよ。今生きててね。うん。だからまあサッカーに早い段階で出会えたのは、やっぱ奇跡だったなって思うし、だから今はずっと続けられるものを探し中ではあるけど、でも本当にこのチャレンジとか新しいことっていうのは多分必要だから、自分にとってなんかそういう環境が準備されたりとか、そういうチャンスが巡ってきたりしてるわけで、だからこれをじゃあどう生かしていこうとか、うん、それをもっとどうなっていきたいかとかってやってみないと、その次の展開ってさ、イメージもしづらいと思うんですよね。そうだから、うん、チャレンジしてみよう。やりたいことがある人は本当に、まあね、みんないろいろ多分葛藤があると思う。そう、今話したみたいに私にもありました。まあ、他の葛藤もあったしね、もちろん。でもそこを乗り越えたことによって、今はあんまり周りの目とか気にならないし、あ、自分をしっかり大事にしてあげようってすごい思います。うん、だからなんかあんまりイライラすることも、まあイライラするときあるよ。あるけど、なんかまあ異常にっていうか、必要以上にイライラするっていうことはすごい少なくなったし、うん、なんか穏やかに暮らせるようになってるし、すごいなんかいろんなことのありがたみみたいな、ありがとうって思うことがすごく増えた気がするから、自分の人生を豊かにするために、うん、その自分をがんじがらめにしているブロックをほどいて、うん、一歩前に進めてほしいなって思います。うん、今日伝えたいことはそれです。チャレンジしていこう、みんな。私もまだまだチャレンジしたいことたくさんあるし、チャレンジしたいと思います。というわけで、今日の動画は以上になります。見てくれてありがとうございます。じゃあ、バイバーイ。